にちは。今日はこちら、まあ、メイキングではないんですが、できましたということでちょっとご紹介の動画です。ゲームなんかでも有名なあのディズニーのつむつむを真似して、ちょっとあのうちの家族をお人形にしたんですが、実はこの子を先日作りました。これはうちの一番下の子なんですが、その前まであったのはこちら、この3個で、もう5年前ぐらいかな、うちの夫の誕生日の時だから、28歳の誕生日の時に、その時はまだねちょっと時間があったので、そうプレゼントにみたいな感じで作ったんですが、なのでこの子たちのお名前、まずこちらですね、バースデーサトシです。これはですね、この時にあのつむつむのゲームでバースデーアナっていうキャラクターをよく使っていたんで、ちょっとそれを真似て名前をつけたんですが、バースデーサトシはですね、まずお目目が大きいです。そしてこう見るとですね、まつげがついてるんですが、こうまつげをちょっと長めに取って、まつげもこれ4本ずつついてるんですね。もう何しろうちの夫の方がお目目が大きくって、まつげがびっしりなので、ちょっとそのイメージで作りました、バースデーサトシ。これはうちのこれね、靴下のこの滑り止めがついているんですが、うちの上の子の靴下で履かなくなったものを使いまして作りました。で、こっちもですね、同じく滑り止めがついているんですが、同じ靴下です。同じ靴下で、こっちは私の方ですね。これはあのサプライズ静かです、ね、サプライズ静かはよくくしゃみをするので、くしゃみはするけど魔法は使えない。そしてなぜかメガネよりも目が飛び出してしまっているっていう、こんなお人形になっちゃったんですが、この頃はまだ時々ピアスとかもしてたので、ちょっとねピアスをつけてるんですが、あ、なんか光っちゃって見えないや。そして一応女の子のキャラクターということで自分だけど、こうねちょっとリボンとかレースなんかをつけてみました。そして、当時1歳だった1歳そうだ1歳だそう当時1歳だったハルトです。これはベビーハルトです。そう、赤ちゃんの時のハルトなんですが、特にそう赤ちゃんの時だったから特にこれといった特徴もなくなんですが、そう一応可愛らしい感じをイメージして、そしてこの大きさもねこうやってちっちゃく作ってみました。それから今回作ったのがこちらですね。実はこのベビーハルトと同じ靴下を使って作っているので柄は一緒なんですが、なんかね綿の入れ方がちょっとよろしくなかったのか、それか使ってる綿の種類がちょっと違うからなのか、なんかね弟の方が大きくなっちゃいました。これもねベビーリュウヤを作ろうって思って作ったけど大きくなっちゃったので、もう名前はキッズリュウヤにしようかなって思ってます。お目目はですね、そうお目目も本当はハルトと同じサイズ探していたんですが見つからなかったので、ちょっと大きくなっちゃいまして、そうリュウヤの方はちょっとまつげが長いのと、あとはここです、眉毛が特徴なんですね。眉毛、こうこの下がり眉下がり眉が特徴なので、このハの字の下がり眉ね。で、あとはハルトに比べるとちょっとお目目をですね真ん中に寄せています。ちょっとね顔のパーツが真ん中に寄っているのでこんな感じでね。あとはハルトの方がちょっと色白なんだけど、こっちの方がもうちょっと肌色です。こんな感じで作ってみました。これはですね、特にこのぬいぐるみで何かというんでもないんですが、あの順番が前後しちゃってるんですが、昨日公開で、あのうちの家族のエッセイ漫画書いてまして、うちの3兄弟ですね、うちの3兄弟はこのメンバーですね。うちのおちびちゃん2人プラス一番上の子パパですね。そう、この3人をこの題材にした漫画をですね、これから木曜日更新してまいります。
木曜日はですね、今までうちのカラスのハッピーのエッセイ漫画を出しておりまして、こちらもこのまま続けていく予定なので、カラスのハッピーとうちの3兄弟、この漫画2本をですね、交互に出してまいります、ね、よかったら合わせてそちらもご覧ください。ではご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。